3匹の子豚、始まり始まり。ある日、3匹の子豚は草の家と木の家とレンガの家を作りました。草の家の子豚はなんと竜巻にさらわれてしまいました。木の家の子豚は狼の吹く竜巻にさらわれてしまいました。レンガの家の子豚の家にみんなでやってきました。そしたらなんと竜巻を跳ね返したのです。レンガっていいな、レンガってすごいな。なんと狼が煙突からやってきて家の中に入ってきました。逃げろー、どうすればいいんだい。だけどしかし、飼っていたクラウンがやっつけてくれました。おしまい。